ステファン・ルートビヒロートステファン・ルートィヒローとはトランシルバニアザク人の教育学者、政治家、ルーテル教会の牧師。トランシルバニアにおけるルーマニア人の政治的権利獲得を支持し、非ハンガリー人の地位向上を目指したが、ハンガリー人急進派により処刑された。メディア種に生まれ、チビーブ、中便現大学で学んだ後、教育学に関心を示したロートは、 1818 18年にスイスのイベルドン・レヴァニエ旅してヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチを訪ねた。ここでペスタロッチの協力者となり、自らもデア・スプラク・ハンタークトを出版して1820年に中ビンゲン大学で哲学の博士号を取った。トランシルバニアに帰国したロートは、1831年からメディア主義ムナジウムの学長の任を父から引き継ぎ、 1837年からは牧師ともなった。この頃のトランシルバニアではドイツ系のトランシルバニア作戦人やルーマニア人などの間での民族問題が表面化していた。1841年に行われた討論会でロートはルーマニア語をトランシルバニア地方の公用語とする論に賛同した。実際のこの地域におけるルーマニア語の優勢を取り上げた彼の考えは 1842年に出版したデアスプラコンプ・フイン・ジービンバーガンで一般に知られることとなった。1848年革命期にはロートは持論をハンガリー語、ドイツ語、ルーマニア語で同時に出版し続けた。一方でロートはルーマニア人を中心としたより分け入った同化政策には反対しておりトランシルバニアザクセン人の独自性を保つために外から 新たなドイツ人移民を募ることを提案している。また当時のトランシルバニアはハンガリー王国の半島であったが、ロートはトランシルバニアとハンガリーの連携を拒絶し、ザクセン人とルーマニア人の共同を重視していたため、ハンガリー人から反感を買っていた。1848年10月にハンガリー革命が勃発すると、ロートはシビウ朝廷委員会の一員となり、 11月には、トナバメアのザクセン人の村の責任者となった。委員会は事実上の独立トランシルバニア政府の様相を提示、ロートはその指導者と目された。しかし1849年1月になると、ハンガリー軍の勝利は決定的となり、トランシルバニア政府は3ヶ月ほどで解体した。ロートは、故郷のメディアスへ引退し、ハンガリー軍を率いていた。 ユゼフ・ベムは委員会用紙にへの恩赦を求めたが、ロートはハンガリー人急進派によってクルジイコールナポカへ連行され、軍法会議にかけられただちに処刑された。ありがとうございます。